神は私に言った。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか、枯れた骨が生き返るかと尋ねたって言うんです。すると3の終わり、私は答えた。主なる神をあなたはご存知です。すごい答えだね。神をあなたが知ってる。人間は枯れた骨が生き返るなどということはできない。神をあなたは知ってる。これ2600年前です。ほんでエゼキエルは枯れた骨、谷間に集まっている枯れた骨に向かってメッセージするわけ。すると骨がザーッと集まりますね。で最後に息が彼らの中に入ったと書いてある。息っていうのは霊です、魂で、息を吹けって言ったらその人間がみんな立ち上がったって言うんです。その後で24、真ん中2ページの真ん中の段の24、我がしもべダビデは彼らの王となる。必ずダビデは生きる。ダビデという人自身はご存じの通り3000年前の人物です。この時は2600年ですから400年の隔たりがあるんですね。だけどダビデの直系は生きている。24、我がしもべダビデは彼らの王となる。彼ら全ての者のために一人の牧者が立つ。一人の牧者ダビデ、彼らは我が掟に歩み我が定めを守って行う。ダビデ王朝は続くって言ってるわけですね。王朝やから嬉しいじゃないですか。その優秀な神の約束は必ずダビデが継ぐことになる。24、我がしもべダビデは彼らの王となる。25、彼らは我がしもべヤコブに私が与えた地に住む、つまりアシールに住むようになる。これはあなた方の先祖の住んだところである。そこに彼らとその子らとその子孫とが永遠に住み、我がしもべダビデが永遠に彼らの君となる。だからダビデ王朝の血統が守られてるんですよ、この国で。5000万のユダヤの民はすごいですよ。やがて発表されるでしょう。三種の神器は日本にある。しかし何よりも大切なことはダビデ王朝の血統があるということです。今日のテーマです。日本でダビデ王朝の血統が守られてる。守られてます。その血統の中から首相になったやつもおる。だけど自分の知恵を働かそうとしてピャッと跳ねられた。日本のある地域で非常に不思議なところがある。血統を守ってる。さっき言ったみたいに大室虎之助のように明治天皇が登場するようにしてダビデの王朝を守り続けてる。これが日本の本当の姿なんです。もう少し行きましょうか。26、私は彼らと平和の契約を結ぶ。やがて世界統治の時、これは彼らの永遠の契約となる。私は彼らを祝福し彼らを増やし、我が聖女神を崇める本当の意味の聖女を永遠に彼らの中に置く。27、我が住処は彼らと共にあり、私は彼らの神となる。彼らは我が民となる。そして我が聖女が永遠に彼らのうちにあるようになるとき、諸国民は主なる私がイスラエルを聖別するものであることを悟る。だから世界統治が起きると言ってるわけです。もう一回話一番端に持ってください。バノンがなんで日本に来たの。日本人は誰も知りません。そして彼は衛星放送で1日1時間半か2時間とうとうとメッセージした。ものすごい感動したんです。見たやつは、こんなやつが世の中におるんかよ。普通アメリカ大統領のホワイトハウスから辞任したらもう何も出ません。しかし彼は世界を動かしてる。そして彼の言う通りにトランプがやってるわけです。トランプは何もない、残念ながら。だけど彼は、トランプは本当にバノンを尊敬してる。次の大統領選挙、つまり来年になりますが、来年の大統領選挙についてバノンは読売新聞でこう言った。トランプはこの先民主党の敵やね。民主党の容赦ない通気を乗り切る必要がある。それができれば前回よりも2016年、前回よりも大差で、大きな差で再選されるだろう。民主党候補は皆党指名争いで急進左派、つまり左派、わかるでしょ、支持を得るためにますます傾いていく。トランプはこれを大いに利用できる。彼らが一歩左へ寄るたびに、トランプが獲得し寄る中間層の幅は広がる。
トランプは普通の現職候補ではない。次の選挙もアウトサイダーとして戦うって言ってるんです。もう勝つという意味ですよ。この前トランプがロシア情報のことでいろんなことで取り上げられていることになったやん。せやけどトランプは関係してなかったと数日前に発表あったね。だからものすごい自信なんです。そして完全に勝利を得るためにどうするの、トランプが。だから戦争が必要なんです。それで圧倒的勝利をつかんだらアメリカ国民はトランプにいよいよ信頼を置くようになる。トランプに再び冠を与える。しかし本当の意味でトランプを動かしているのはバノンですよと言ってるわけです。皆さん今日終わってそれぞれご家庭に帰る時でもバノンという人間を忘れない方がいい。これが本当の情報です。2ページの終わり、もうここ読んで終わりましょう。ダビデがお前の王朝が続くと言われた時に2ページの下18、その時ダビデ王は入っていって主の前に座していった。祈りの場所へ出ていって、主なる神よ、私が誰ですか、私の家が何であるので、あなたはこれまで私を導かれたのですかって言ってるわけです。ものすごい謙遜な人ですね。私は一体誰ですかと、ね、私は偉いやろ、私の子孫が続いていってやがてイスラエルの王となって世界を治める時代が来る、喜んでないんです。主なる神よ、18、私が誰ですか、私の家が何であるのであなたはこれまで私を導かれたんですかって言ってる。皆さんがフランスのパリへ行くと、そこにルーブルの博物館がある。誰でも知ってるように、あのルーブルの博物館で一つの部屋を与えられる。天井は高くてすごい。ルーブルって言って昔の王宮ですから、その広い部屋を与えられて、彫刻が一つだけボン、一つはミロのヴィーナス、もう一つはこのダビデ王です。有名なミケランジェロのダビデ王です。知ってらっしゃるでしょう。大きな部屋にこれだけがドーン。意味は世界の宝という意味です。だからダビデの生涯というのはこういうことになってます。やがてそのダビデの直系が並んでいって世界を治める時代が来るといったわけです。その時にここネプリムは滅びる。宇宙から来た E.T. ではない。ダビデの子孫が、本当のユダヤの子孫が世界を統治するということを2600年前から予言があるんです。私たちはそれに興味を持っているということは、まあ高尚なことでございますね。